さあ、それでは決勝 C メイン M5 クラス選手のご紹介をさせていただきます。まず12番グリッド、本日は青森県から参加、駆動模型代表加藤飛楽選手。11番グリッド、港模型代表有江貴弘選手。10番グリッド、F1 ホビー代表加藤和重選手。9番グリッド、 TMC 和歌山代表清家真澄選手。8番グリッド、 B トップス代表濱田忠選手。7番グリッド、ライトサーキット代表高田正也選手。6番グリッド、マルタホビー代表下川祐樹選手。5番グリッド、マイホーム代表鈴木浩二選手。4番グリッド、イエローサブマリン代表田中義和選手。さあ、ここからがトップ3となります。3番グリッド、タミチャレ北陸代表新井大輔選手。2番グリッド、サム代表奥山隆選手。栄えあるポールポジションは豊川ホビー代表笹尾健一選手。以上12台で争われます決勝 C メイン M5 クラス5分間のタイムレース、これよりスタートとなります。1周目は外周を走行してください。それでは参ります。ドライバーズオンザトーン。さあ、各社一斉にスタート、スムーズにバックストレートもクリアしていった。さあ、まずはトップ10段はヘアピン、おっと1台ちょっと曲げたか、ヘアピンセクションからコントロールライン通過。さあ、まずは豊川ホビー代表ゼッケン1番笹尾選手がトップで戻ってきた。2番手はゼッケン2番サム代表奥山選手、3番手はタミチャレ北陸代表新井選手、以下6番下川選手、高田選手、鈴木浩二選手、加藤選手、田中選手、有江選手、加藤飛楽選手、清家選手、濱田選手という展開。さあ、ゼッケン1番ラッキーストライクからの豊川ホビー笹尾選手はトップを依然と守ってバックストレート。さあ、その後ろバックベネトンからレッド、イエロー、グリーンとブルーのカラーリングの奥山選手がそれを追いかける展開。この周では 0.2 秒差。さあ、それを追いかけるのが新井選手、ゼッケン3番ホワイトとイエローのカラーリング、4番手はゼッケン6番の下川選手、ブルーとオレンジのカラーリングのマシン。さあ、以下7番、5番、4番、10番、11番、8番、9番、12番という展開で続いていく。さあ、トップ集団はスムーズに走行しているか。さあ、時間の方が1分10秒が経過、お呼び出しお願いをいたします。はい、それでは決勝 B メインお呼び出しいたします。1番福井選手、2番北井選手、3番細谷選手、4番遠藤選手、5番高山選手、6番松村選手、7番山梨選手、8番設楽選手、9番坪井選手、10番犬塚選手、11番清水選手、12番中田選手、お越しください。さあ、時間の方が1分40秒が経過、本部前のところで2番手から少しクラッシュに巻き込まれたか。現在トップはゼッケン1番豊川ホビー代表、今ホワイト、ボード前から4番ポジションに入ってきましたマシン、豊川ホビー代表の笹尾選手が現在トップを走行中。7周目、2番手サム代表の奥山選手がそれを 0.8 秒差で追いかけていく。ベネトンカラーのマシン、3番手がイエローのカラーリング、ゼッケン7番ライフサーキット代表の高田選手、以下下川選手、鈴木選手、濱田選手、シェイク選手という順次に続いていく。さあ、ラッキーストライクカラーの豊川ホビー、ゼッケン1番笹尾選手、少し2番手ベルトンカラーの奥山選手を引き離してきたか。その差は 1.1 秒差。さあ、その後ろ1秒差でゼッケン7番の高田選手が追いかける展開。高田選手はイエローとルーフがホワイトのミニクーペ。さあ、4番手はゼッケン6番の下川選手、オレンジとブルーのカラーリングが追いかけていく展開。さあ、ここは 0.6 秒差と少し迫っているか。さあ、現在トップ5は1番、2番、7番、6番、5番、9番というところ。あ、おっと、以下8番、12番、4番、11番、10番、3番。さあ、時間の方が2分45秒が経過。さあ、依然好調に走行しているのはゼッケン1番ポールポジションの豊川ホビー笹尾選手、現在バックストレート通過。2番手のゼッケン2番奥山選手と差は 1.2 秒差とつかず離れずの展開。少しずつ2番手に近づいているのはゼッケン7番の高田選手、イエローのとホワイトのM クーペン。さあ、コントロールラインを通過して、この周では 0.7 秒差まで近づいていった。
さあ3番4番手はゼッケン6番の下川選手、下川選手も少し淡々と狙っていく。5番手ゼッケン5番の鈴木選手も少しずつ近づいている。鈴木選手はホワイトイエローのカラーリングのマシン。さあここはほぼ等間隔で並んでいるか。 1.2 秒差、 0.7 秒差、 1.1 秒差という展開。さあトップは現在バックストレートから4番ポジションに入っていくゼッケン1番。そのおーっとベルトンからゼッケン2番の奥山選手がちょっとつまずいてしまった。2番手がゼッケン7番の高田選手が上がってきた。さあここから少しじわりじわりと近づいていきたい。さあ一気に窮地に陥ったのはゼッケン2番の奥山選手。3番4番手ゼッケン6番の下川選手が、おーっと下川選手がちょっと縮んでしまったか。さあ時間の方が3分50秒が経過。さあ現在ゼッケン1番の笹尾選手がトップを走行中。バックストレート通過。2番手ゼッケン7番の高田選手の差は 1.5 秒差。ここも少し近づいてきたが、さあ3番手はゼッケン2番の奥山選手がここに戻ってきた。ベルトンコーッと奥山選手がちょっとつまずいたか。マーカーに引っかかってゼッケン6番の下川選手が少し近づいてきたが、それでも 1.7 秒差。さあ時間の方が4分25秒が経過。残り時間35秒。さあ現在トップのゼッケン1番笹尾選手は コントロールラインを通過して、これで17周目に突入。2番手ゼッケン7番高田選手がここで1秒以内に差を縮めてきた。さあ時間の方が残り20秒。どこまで縮めてくるか。ゼッケン7番高田選手、現在トップ集団はヘアピンセクションに入っていく。さあここは一気に縮まった感があるぞ。時間の方が4分50秒。トップと2番手ゼッケン7番高田選手の差は 0.6 秒差まで縮まった。 0.3 秒縮めてきた。さあしかし無情にも時間は過ぎていく。残り時間が2秒1秒と設定。ここで5分が経過。さあトップ集団は現在ヘアピンセクション。さあトップで戻ってきたのはゼッケン1番笹尾選手、優勝。2番手はゼッケン7番の高田選手がわずかに及ばず。3番手はゼッケン2番の奥山選手は3番でゴール。以下6番5番9番8番12番とゴールして全車ゴールイン。さあ最後まで逃げ切った決勝 C メインはゼッケン1番笹尾選手が優勝です。おめでとうございます。